はい、UFO ふれあい館を随分と楽しんでしまいまして、長かったね。12時ぐらいから15時ぐらいまで。まあでも今日は仙台に行くだけでいいっていう話ではあるから、ゲストハウス、キコさんか。大丈夫か ?2 泊で5000円やぞ。大丈夫かそんな価格で。もう2泊で5000円って言うと大阪の西成とかそういうところの価格帯やからね。駐車機とかが落ちてるエリアと同じ価格帯ということで、非常に不安ではありますけど、なんとかね、雨に打たれる前に逃げたいと思います。今日は一旦雨降ったんやけど、どうなんやろね、この後の雨は。雲行きは依然として怪しいけど、一旦雨のエリアは抜けたけど、北上するとね、雲に追いついちゃうっていう可能性もあるから、雨が降ってるエリアに自ら進んで入っていくっていう感じやね。そうならないようにちょっとペース調整しながら、雨降ってきたら止まりの、後ろから降ってきたらちょっと速度上げてっていう感じで、天気との戦いやな。あさって以降雨の日が続く。やばい、早く北上しないと梅雨入りする。福島でうつつを抜かしすぎたな俺は。そんな見るもんなやろ福島って思ったけど、福島移動意外と見どころが多くてね、随分と楽しんでしまいまして、早く仙台へ行かないと。仙台市街へ行って、岩手の方と青森の方までとっとと行って、北海道行かないと降られちゃうよ。ちょっと降ってきてるし、ほんで勘弁してくれ。若干肌寒いですね、気温としても。こっからが勝負やな。さあ、絶対今日はね、もう宿予約してあるから仙台まで行かざるを得ないから、雨だろうがなんだろうが。残りの工程2時間6分下道ということでね、87キロ。これ高速使った方がいいんじゃないのか俺。雨に降られるぐらいなら高速を使った方がいいけど、高速使うと今度はね、雨降られたら雨から逃げる手段がないっていう、諸刃の剣でもあるんよね高速道路は。ちょ、頑張って下道で行くか。あーでも北の方はまだ雲薄いな。ちょっと速度上げて逃げよう。ちょっとあっち怪しいかな。でもこっちの方が怪しい、後ろの方が断然怪しいからね雲行きは。それならまだ前のあの明るいエリアに入った方が良さそうやな。あっちの方絶対降ってんな。まずいな、来るぞあれ。やばいな、あっち降ってるな。こっちは降ってないな。今から行くのは右やな。急ごう急ごう、来るぞ、雲が来るぞ。わかる、この右のこの明るさに対して左のこのヤバさ、これはヤバいな。迫ってるよ、もうちょっと大きい道路に出てスピード出さないと追いつかれるよ。こっちへ行きたい、早く。時間が15時41分やから、まだ仕事終わりではないから空いてるな比較的。すげえな雨が。はい、なんとか引き離したんじゃないでしょうか。雲がねだいぶ明るくなってきてる。後ろはねちょっとまだえげつない感じではあるけど、雲の方が動くペースが遅いから仙台までは逃げ切れそうやな。雨降ってきた。ちょっとね、ペースを上げすぎて逆に雲に追いつくっていう失態を犯してしまったから、雲が先行ってくれるのを若干待ちます。一旦止んでるけど向こうは降ってるな。はいはい、降ってます。ここも若干降ってます、若干降ってますが、行かざるを得ないので行きます。宿を取るとさ、こういうことになるからさ、鬱陶しいねんな。もう宿目指して行かなあかんや。そらもうしょうがないから行くけどさ、来るな。でも後ろはだいぶやばい、前もうっすらとやばいな、全体的にやばい。飛ばしても雨やし、飛ばさんでも雨やから、今微妙なこの雲の切れ目を狙っていくしかないよな。その辺はまだ明るいっしょ。ただ向こうの方すげえもう山との境目がなくなってるから、あの辺は雨降ってるから、今も若干雨降ってる。車内行くしかない、逃げよう逃げよう。やばいぞ、濡れてる。ちょっと飛ばしていこう、頑張れ俺。やばいじゃん、降ってんじゃん、どう見ても降ってんじゃんこれ。どうしようかな、ちょっと降り出したな。どっか逃げる方向はないか。ここを左に曲がることになるのか、大丈夫かな。これ左に曲がったら雨降るんちゃうか。あの辺だけ雲が薄いな。逃げろ逃げろ、まだバイクが濡れるほどではない、大丈夫。ほら雨降った跡があるよ。というかこっちは大丈夫か。うわーうわー、あー大丈夫かなこれ、引き返せなくなるぞ。いいのか。でもあっちはもう地獄やろ、あっちはもう完全に降ってるやろ。こっちはまだあれや、水滴がつくだけで済んでるから、 GoPro を置けば大丈夫や。今はまだ降ってない、今さっきまで降ってた形跡はあるけどね。今上空は綺麗やし、雲の切れ目も見えるから大丈夫やな。もうちょっと雲に追いつかれる前に飛ばしていきましょう。あー濡れてる路面走んの怖いよ。残り53分雨から逃げ切れる気がしないぞ。やばいんじゃないのかこれ、どっかで休息した方がいいんじゃないのか。雲がどんどん厚くなってきてるな、全体にうっすらと降ってる、うっすら降ってるな。うわ髪の毛バチコン来たぞ。うわ怖っ、マジかー、雷怖いな。怖っ、頼むから俺には当たらんといてくれ。いやー雷は嫌だ。何この道、 Google また変なことしてる。一応雲が薄い方向には
ってるから。うわーすげえなこの道、もう逃げ場がないぞ。雨降られたら終わりやぞ。急げ急げ、降られるというかまあほぼ降られてる。あー ZZR さんとうとう雨に降られてしまったよ。せっかく大切に使ってたのに。大丈夫、雲が薄い方に行ってる。あーダメかも。あそっち濃いな。あダメだなこれ、これダメだな、今日はあかんか。もうちょっと頑張って逃げようか。いやーよくないな、これはよくないな。孤独だ、孤独で一人雨に打たれるなんて何をやってるのやら。開けてる、開けてるのはありがたいけど雨良くない。あっちをひたすら追いかけてはいるけどうっすらと雨に追いつかれてるな。頑張れ、もうすぐ仙台だぞ。長かったね仙台まで。宮城入ってんじゃん、違いがわからんな。一旦雨エリアは抜けたな、路面も濡れてない。山と山の間は雨は降らない、山で降り終わるから。山越えると雨はなくなるのか、そういうこと。向こう晴れ間見えるな、このまま真っすぐ行けば雨降られずに終わりやな。勝ったで。いやーきつかったな、これちょっと勝利を確信してもいいんじゃないの、そろそろ。超えたよ。本当にね、雨はね、その何が嫌かっていうとね、バイクのチェーンとかそういうのにダメージがいくのよ。だから避けたいって思ってて、バイク結局全部剥き出しやからね。これ一応カウルはついてるとはいえ、駆動系は全部剥き出しやから、水がつくとねダメージが入るのよ。それは避けたいと。それでなくともチェーンオイルとかを塗るタイミングがないからさ、日本一周1万2000キロする間整備がほぼできないと。まあ、一回東京には帰るつもりやけどね、北海道から戻って関東帰るときに一回東京には帰るから、その時に整備を一回全部やるって感じやね。それまではねだから濡らしたくないねバイクを、ということなんです。全然俺が濡れんのは構わん。ほぼ仙台市街と言ってしまって差し支えない場所まで来ております。長かったね、まあ、雨に途中降ったり降られたりやけど、大雨には降られんかったから勝利をしたと言いたい。残り11分、遠いぞ。マッドマックスみたいな車走っとんな、すごくないこれ。ついていくか、ちょっと追いかけるか。すげえな、暴走車やな。うほーほー、あのサイズ感であの運転か、なかなかの攻め方やな。うわー、お、行った。アウトですねあれは。あれアウトですけど、まあまあいいでしょう、警察がいないんでしょうがない。さすが100万人都市って感じやな、すげえ大都会や。おお、雨が、小雨がパラついてきたぞ。話題のプリウスが目の前を走っている。間違ってバックされたらどうしよう。なんかねプリウスだけがやり玉にあげられるのはかわいそうよね。プリウスは何にも悪くないのに。プリウスじゃないんだよ悪いのは。でもプリウスを買う人たちは多分余生を送るのにちょうどいい静かな車が欲しいわって言ってプリウスを買うから、そういう事件がプリウスばっかりになるっていう。あかんわこれ。お、ミラクルや、ミラクル。雨の日はチャリンコ危ないね、特に点字マークの上は危ないから。すげえな、片側5車線とか久しぶりに見たぞ。お、すげえな、でかっ、でっかい。想像以上の大都会やな、すげえ大都会や。100万人都市って言ったらどこ。京都、京都、仙台、札幌。札幌は200万か。京都、仙台、神戸も200万やもんな。大阪も200万、福岡、名古屋とかあの辺か。100、100って感じか。日本有数の規模やな。だから100万人都市でこんなデカなんねや。30万人都市と比較にならんな。3倍どころじゃないよねこのビルの建ち方。二次関数的な成長をするのか。100万人都市で俺がまだ行ってないのは新潟と博多のみか。はい、ちょっと雨降ってきたんで早めにゲストハウスキコに行きたいと思っているんですが、あ、全然わからん。これちゃう？これちゃう？これちゃう？ここちょっと一回止めて様子を見てみようか。え、これでもないのか。違うの？かっこいい。かっこいい俺のバイク。すっげえかっこいいな。こんなんに乗ってたんや俺。かっこいい。で、キコかコキか。あ、キコ、あった。あれか。キコさん、キコさん。ああ、まあまあ、こじんまりとした綺麗なって感じやな。ゲストハウス、キコ到着。グローバルミーツ、ローカル。世界が地域に出会う。みたいな。はい。アイスタイムの時、あそこまでエンジンかけないと歩かなかった。
わかります。バイクを、はい、移動してもらいたいんですけど、はい、いいですか？はい、もちろんです。東京です。神戸？東京です、東京です。はい。